こんにちは、カネコでございます。ということで本日の食材がこちら、よいしょ、アマゾンで買った海鮮ボックスっていうことでね。それではこちらをまずは開けていく。はい、ありがとうございます。本日の食材がこちら、アマゾンで購入しました海鮮ボックス、大人気シリーズですね。これガチガチの仕込みもなんもない企画でございます。人気企画でですね、アマゾンっていうのは海鮮も売ってるんですよ。意外と知らない方多いですよね。ね、なんかちょっとアマゾンで海鮮買うのって抵抗あるじゃないですか。僕もそうでした。でもね、結構ね、いいやつはいいんですよ。でも、悪いやつはマジで悪いです。で、その中の海鮮ボックスシリーズですね。今日はこちらですね。鮮度が命、高級魚セット4500円。こちらを購入いたしました。送料が1600円だったんで、送料込みで6235円ですね。こちらを買わせていただきました。4500円なんでね、意外とリーズナブルですよね。で、このサンプル画像には、カワハギが3枚、スズキが2匹、クロソイ1匹、マダイが1匹入ってます。これだったらね、いいですよね。でもね、この評価が1なんですよ。まあ、評価1って言っても、まあ、1件しか評価ないんですけど、まあ、送料は別として考えて、4600円分の値打ちがある魚が入ってるかどうか、皆さんと一緒に見ていきましょう。で、今日はここから出てきたお魚を使って、何か料理を作って食べていきたいなと思います。よし、じゃあまず開けていきますね。まずは梱包からですよ。これ開けてからね、梱包で大体わかりますから。よっ。はぁ、めっちゃいいじゃん。これ、めっちゃいい梱包ですよ。新聞紙で、こうしっかりずれないようになってて、これ、グリーンパーチ。グリーンパーチも入ってます。おー、なにこれ、なんじゃこれ、え、これめっちゃ良くない、この新聞紙の下に。え、これ安いぞちょっと待って、サザエめっちゃ入ってる。え、やばい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 、マジか、期待以上のが来た。まずサザエが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と思いきや11,12,12個入ってます。まあ、1個高い時300円ぐらいしますんで、もうこれだけでもね、3600円ぐらい。まあ、もろもろ考えて、まあ、3000円ぐらい。サイズもね、美味しいサイズですよ。これいいわ。あ、まだ動く。まだ生きてます。鮮度もいい。で、貝がこんだけと、まだ入ってます。まずこれ。じゃん。これ、嬉しいわ。イカ。スルメイカですね。ちょっと鮮度はね、あれなんで、加熱用って感じですけど、抜群ではないですけど、まあ、イカがいっぱい入っておりました。大きいですよ、このスルメイカは。これは、あー、これカレーですね。これ何カレーなんだろうな。これ日本海の方かな。でも海鮮ボックスってやっぱ日本海側の企業さんが容器出してますね。鮮度もね、いいですよ。これ水カレーですかね。これ虫カレーですかね。馴染みのないカレー出てきました。で、それが2枚ですね。ほんで、これマジでわかんない魚です。これ本当に何？この魚。え？柳メバルみたいな顔なんですけど、ちょっと細い気がする。何この魚？マジでわかんない。これ、これメバルっぽいっすよね、顔。3匹入ってました。以上です。よくないっすか、これ。僕これ結構満足かも。まあ、これ3000円ですよね。まあ、イカが、ま、だいたい400円ぐらいですかね。400円。で、カレーが1尾500円と考えて、で、魚、この謎の魚。まあ、鮮度的に、まあ、まあ、鮮度悪い方じゃないな。まあ、これ3匹で、ま、500円かな。まあ、なんで僕は元は取れとるかなと思いますよ。まあ、妥当だなと思いました。でちゃんとね、こう下にもグリーンパーチが入ってて、で、氷もしっかり入ってます。ちなみにこれ、もうさっき来たばっかです。すぐに動画撮ってます。こういう海鮮ボックスの動画は、もう届いたらすぐにその日に撮んないと、出品者さんにも失礼なんでね。ということで僕は大満足の結果となりましたね。よし、そうしましたらこちらでご飯作っていくんですけど、サザエが多いな。そしたらじゃあね、1品目、サザエの炊き込みご飯。2品目、煮付けが美味しいんですよね。なんで煮付け。イカでね、イカのバター焼き作りますか。そんな感じのラインナップでいきたいと思います。魚料理って楽しいね。私、今とってもお腹がいっぱいですので、処理だけして、明日ご飯で食べたいなと思います。で、これ鮮魚は、やっぱりね、届いたらすぐに処理だけはした方がいい。処理してあるやつと処理してないやつ。同じ保管方法で置いた時に、もう傷み方が全然違うんですよ。処理してあると、傷みにくい。でも処理せずにこういうぬめりとか鱗とか内臓とかついたままだとめっちゃくちゃ傷むの早いんですよ。不思議なもんでね。やっぱり内臓がまだ入ってますんで内側からも傷んでくるし、鱗の表面のぬめり、これも汚いんですよね。これだから外側からもこうどん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 腐敗していくと。なのでこういう腐敗する要素を全部取るってことが下処理なんでね。まず下処理をしていきます。
まあ、釣れたての魚とかだったら1日2日ぐらい冷蔵庫に入れといてもいいと思うんですけど、でもこういう買ってきた魚、こういうのは早く処理した方がいいかなと思いますよ。まずはカレイですね。鱗を取っていきます。この手のタイプのカレイは鱗が剥がしやすい。あ、でもこれ唐揚げとかでもうまいですよ。赤カレイとかこういう系の日本海のカレイは僕唐揚げめっちゃ好きですね。あの煮付けもうまいよな。まあ、今日は煮付けでいきますね。日本海もね、魚美味しいですから、本当に。で、鱗が取れやすいですね。そうしたら、頭を取っていきます。あ、内臓も綺麗ですね。ほら、綺麗な内臓、肝も綺麗。このカレイ、ほんと鮮度いいですよ。でもこれ処理しないと、あと1日、冷蔵庫で入れとくだけで、めっちゃ痛みますからね。尻尾も落としちゃいますね。はい、こんな感じ。鮮度がいいんで取らなくてもいいですけど、ちょっと鮮度が落ちてきて腹がちょっと腐ってきて青タン噛んでるやつはもうここから落とした方がいいです。ざっくりと腐るとここめっちゃ臭いんですよ。で、大まかに鱗かきで鱗取ったら仕上げでこうやって包丁でこすると、これめちゃくちゃいいです。で、血合いを取ると。血綿はこう手で簡単に取れますんでね。こんな感じですね。あ、でも4000円ぐらいのこのぐらいのボリューム感の海鮮ボックスがいいな。すごく扱いやすい。1万円とかのやつたまに売ってるんで、それ買うとね、もうすごいんですよ。質で勝負してくれるんだったらいいですけど、たまにね、量で勝負してこられると本当に大変なんですよ。ちっちゃいノドグロ20匹とかね、困る困るみたいな。いや、にしてもこの魚何、本当に見たことない。ソイとかメバル系っていうの間違いないんだけど、もっと言うとこれとこれなんか違う気もするし、何なんだろう。ちょっと魚詳しい人に聞いときますね。変おじに逆お魚クイズやってみようかな。なんて答えか返ってくるかな。お頭付きでいきますね。エラを抜いて内臓をかき出します。あー、内臓ちょっと危ねえな。これイカ食べてますね。イカの目玉がある。エラを開けてここに入れてくるっと回してエラを外します。メバル系はとってもエラ外しやすいですね。カサゴはねちょっと硬いんですけどね。ほら、うわ、内臓いっぱい入ってます。これを出さんとやばいんですよ。何度も言いますけど、これは本当に大事なこと。で、お腹の中しっかりと水で洗ってあげる。結構内臓多いですね、この魚。3匹のこの小魚からこんなに内臓出てきましたね。あ、これ鮮度いい。すごく肝が新しい。そしたら次、イカですね。このゲソ周りも汚いので、綺麗に洗います。で、この洗うと同時に、このゲソのこの輪っぱ、硬いところを取ります。そしたら、バター炒めなんで、つぼ抜きにしますか。ゲソと胴体だけになりました。これがツボ抜きっていう状態ですね。これ抜いたら手突っ込んでイカの骨、まあ、骨というか船って言うんですけど、僕はイカの船を取ります。で、中に入ってるこのエラとかも手を突っ込んで取ってしまいます。こういう時に指が長くてよかったと思いましたね。で、中をきれいに洗ってあげると。よし、 OK。 そしたらゲソですね。で、ゴロはやめときましょうか。少し水っぽいのと鮮度的に良くないので、ここは取りましょう。鮮度良かったらね、ゴロ焼きとかにしたりしてもいいし、バター焼きに入れても良かったんですけどね。はい、こちらゲソですね。はい、こういう風に割って、はい、ゲソの仕込みの、よし。はい、あっという間に魚の仕込みが終わりましたね。次はサザエ。サザエをすこすこ剥いていきます。ほら、まだめっちゃ生きてる。うわぁ。いいサザエじゃないですか。はい、頭ばっか集まりました。そしたらこの付け根の肉、ここも取っていきます。で、この袴の苦いとこは取っちゃいます。まあ、でもね、今日炊き込みご飯じゃないですか。好みによるんですけど、僕はね、サザエの炊き込みご飯は少し苦味が残ってたぐらいの方が好きなんですよね。なので、少しだけ袴を残すような形でいきます。やっぱこういう細かい仕事はちっちゃい包丁やりやすい。でも全部本当に鮮度がいいな。だって一つも死んでないですからね。全部生きてますから。なんなら水槽入れたら蘇るんじゃないかなっていうぐらい、そのぐらい鮮度いいですよ。で、この尻尾のところ、ウロですね。この渦巻きの下、ここだけ使います。ここは甘くてうまいです。これより上はちょっとね、こう
砂を噛んでたりだとか苦味があったりしますんで、この尻尾のぐるぐるのところ、ここだけを使っていきます。わー、うまそう、よだれ出てきた俺この段階で、あ、美味しそうって思う人は本当の魚好きだね。はい、こっち側が食べないところ、こっち側が食べるところですね。よし、じゃあ向こうのキッチンで作っていきます。はい、こちらに戻ってきましたと。ここがサザエです。サザエくちばしももう全部取ってあります。食べるだけ。これがお魚ですね。で、名前調べました。まずこのカレイが、やっぱり虫ガレイでしたね。虫ガレイ。で、このお魚が、メバル系のお魚で、名前が、ハツメっていうお魚でした。初めてですね。僕、本当に初めて見ました、この魚。で、イカスルメイカということで、じゃあまずはですね、時間のかかるサザエの炊き込みご飯から作っていきましょうか。まずはサザエに塩をかけて、軽く塩もみして汚れとぬめりを取っていきます。特にこの、ここの部分。ここが汚いですよ。もうここだけ単体でこうやって擦ってもいいぐらい。ここの部分で海底を張ってるんで、海底の汚れとか、あと水槽で生かしてた場合は、この水槽の汚れがついてますんで、ここはぜひ綺麗に洗ってください。どの巻貝にもこれは言えますね。ここはできるだけ洗った方がいい。はい、そしたら水で洗い流して、塩を落としていきます。はい、次はこちらですね。こっちはあんまり擦りすぎると、ボロボロになっちゃうんで、塩かけて、で、ザルとザル合わせて、こう、擦り合わす感じですね。ザーッと、さっくりで大丈夫です。で、結構ぬめり出るんでね。ほら、ぬめり出てきましたね。こんな感じですね。そしたら、サザエの頭ですね。これを刻んでいきます。まあ、こう、ちっちゃいんで3等分ぐらいでいいですね。まあ、どういう風でも構いません。こうやって横に切ってもいいし、縦にこう切ってもいいし、もう好きなように。はい、オッケー。はい、これでサザエの仕込みの完成ですね。そしたら今日はこの電気式なんだけど、土鍋ご飯が炊けるっていうやつ。バーミキュラーってやつ買ったんで、これでやっていきます。まずここにお米入れます。そしたら次は昆布だし引いていきます。規定量の水に昆布を戻しておきました。で、これで沸騰直前まで持ってきます。はい、オッケー。そしたらちょっと冷ましてる間にお野菜切っていきます。まず生姜ですね。もうシンプルでいきます。あんまりいろんな具材を入れすぎてしまうと、サザエが脇役になってしまいますんでね。まあ、あくまでもサザエを引き立てるようなアクセントになる食材を入れていきます。生姜も千切り。で、タケノコだけ入れます、今日は。はい、そしたらこの中に具材を入れていきます。まずはサザエ。やっぱり12個分は結構ありますね。で、そこにタケノコ。で、生姜も散らします。で、ここに日本酒を大さじ1、2。で、みりんも大さじ1。で、醤油を大さじ1。そして昆布だしを入れていきます。さーっとね。はい、これで炊いていきます。うまそう。そしたら初めだけ軽く熱湯に通します。まあ、カレーはね、鮮度的にそんなやんなくても良さそうなんで、この熱湯を軽く通すと煮付けにした時に生臭みの少ない煮付けに仕上がりますね。あんまり火入れすぎると身に火が入りすぎちゃって旨味が熱湯に出ちゃうんで、もうさっとね、こんな感じで氷水に落とす。さっと熱湯に通す。ピーンとなりましたよね。こうなったら OK。そしたらフライパンに酒100で、みりん、お酒の半分50で、お醤油、お醤油もとりあえず50で、お水も50で、ザラメを大さじ1ぐらい。これで甘くて美味しい煮付けができると思いますよ。付け合わせの大根ですね。
生姜、そしたら大根入れて生姜を入れます。でそこに初めちょっと全部は入りませんので2匹にしておきましょうか。カレーはこっち側に盛り付けますんで、こっち側に飾り包丁バッテン入れておきます。はい、これで火にかけていきます。落とし蓋、はい、これで火が入れば煮付けの完成。すごくいいのにできそう。次はイカのバター焼きですね。これは鉄板でうまいですね。まずイカを一口大にカット。今日は付け合わせにこちらセリを入れていきます。このセリが出てきましたね。この根っこもね、おひたしにするとすごく香りと食感が良くてめちゃくちゃ好き、大人な味わい。まあ、根っこは今日は使わないんで、僕の晩酌ザクザクと、あーいい香り。でバターですね、今日はちょっといいバター使います。エシレのバター。バター焼きというシンプルな料理だからこそ素材にはとってもこだわりたいですよね。はい、じゃあ作っていきます。フライパンにイカ、もうイカのバター焼きなんてもう適当に作ってもうまいですから。でも下味をしっかり振ってあげるとより美味しいですよね。まずお塩、軽くお塩打ちます。で胡椒も打ちます。でそこに日本酒一回しで、ここで軽く火を入れます。軽く火が入ったらここにバター。最初からバターで炒めちゃうとなんかバターがね焦げちゃうんですよね。でせっかくいいバターなんでね、バターの風味残したいんでバターは後入れで、でバターが溶けてるうちにイカにも火が入ってちょうどいい火入れ。はい、でここら辺でセリを入れます。もうセリにもしっかりとこのバターをまとわす、バター、そしてこのイカの旨味をセリに吸わすと。で、セリがしんなりしてイカにも火が入ったなって思ったら、これで OK、 お皿に盛り付けていく。はい、これでスルメイカのバター焼きの完成。そろそろお米が炊ける頃でしょう。はい、では炊けましたと、揚げていきます。オープン。めっちゃうまそう。ちょっとご飯柔らかめだったかもしれないですけど、まあこれはこれでいいのかなと。サザエからちょっと水分が出たのかな。まあでもね、これ蒸らしていけばちょうどいい感じになると思いますんでね。そしたらこれを盛り付けて、はい、これでサザエの炊き込みご飯の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。海鮮ボックスで出たお魚がこんな豪華な料理になりました。まずこちらイカのバター焼きからいただきましょうか。でこれ醤油入れても美味しかったかもしれませんね。まずはちょっとそのままでいただきます。まずセリから、もうね、体が必然的にこうセリからいってましたね。求めてるんでしょうね。いただきます。うん、まっ、爽やか。いや、バターと合うね。次イカ、うん、うまっ。ちょっと醤油やっぱかけたらうまい。うまっ。やっぱりイカのバター焼きは火を入れすぎないことがねポイントかなと思いますね。わかめのお味噌汁も作っておきました。うん、うまっ、あったまるわ。明日釣り行くんですよ。水筒にこれ作って持ってこ、船の上で飲んだらうまいだろうな。次サザエの炊き込みご飯、この尻尾のところと身のところ一緒にいただきます。うん、うまー。あ、うまいわ。このほのかな苦味とこの磯の香り最高ですね。
ここサザエの身ゴロゴロですよ。いただきます。うまっ。大成功ですね。次、人生初の初目っていうお魚、結構身はしっかりしてますね。さあどれどれ。じゃあタレにたっぷりつけていただきます。あ、美味しい。あ、全然癖がない魚ですね。メバルですわ。あ、この魚うまい。なんか痩せてそうだったからもうちょっと旨味がないのかなと思ったんですけど、これ美味しいですよ。しっかり旨味がありますね。煮付けに最高の魚って感じ。めちゃうまい。うわ、サザエご飯と相性抜群。ご飯柔らかいかなと思ったんですけどちょうどいいわ。次、蒸しガレー。こっちの方ではまあ売ってないですね。タレをつけていただきます。うまい。これめっちゃうまい。あ、でもカレーの煮付け最高だな。で今回煮だれもすげえ上手にできた。で綺麗なお魚煮るとほら煮だれがね汚れないんですよね。でこの付け合わせの大根が幸せなんですよ。まだ少し芯がありましたね。でもそれがいい。はい、ということで今日はこちらの海鮮ボックスから出てきたお魚で作ったお昼ご飯ときましたらお飲み物、こちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギオです。これでしょう。合うだろうな。よいしょ。今日はお酒が飲める日です。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ。ビールからのイカのバター醤油、セリと一緒にこれ、たまらん。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は評価の低いアマゾンで売っている海鮮ボックスを開けて出てきたお魚で料理を作って食べてみましたけども、今日の海鮮ボックスは良かったんじゃないですかね。僕は大当たりとまではいかんけど、まあ当たりかなと思いました。やっぱり海鮮ボックスっていうのはどんなお魚が出てくるのかわからない、このワクワク、この経験を買ってると思ってるんで、一概に出てくるお魚の価値だけで価値を測っちゃいかんとは思うんですよ。今日は当たりでしたね。本当にワクワクもできたし、内容も大満足でした。まさかあんないいサザエがね12個も入ってるなんて思いませんでした。初めて食べる初目っていうお魚も食べれたし、もう大満足でございました。またそういう気になった商品ありましたらやっていきたいと思います。はい、というわけでいきましょう。ありがとうございました。バイバイ。